はい、こちら997かな、アメリカのシルバーセットクラシック、あのコードレースですね。それに時々一緒にいて行っていた名古屋のリスキービジネスの岡田さんの通勤車両です。で、普通にね、自分も見ててすげえなと思ったのは、この、カッティングの、ラッピングというか、まあステッカーだったんだけど、実は違っていて、このね、ダックテールっていうかリアスポイラー、どっかのファイバーのキットもんかと思ってたら、なんとアルミの手作りワンオフ品です。で、クオリティがむちゃくちゃ高いの。どう見ても純正品、どう見ても純正品、やばい。見た目とね、作るものが全然違う。いやー、やばいわこれ。あ、開けてくれた。はい、怪しい岡田さんでした。はい、あ、見てこのクオリティ、チリ。普通にポルシェの純正マーク入っててもおかしくないレベルっていうか、純正よっかいいんだけど、これやばいな、やばすぎ。でね、断面もこんな感じで、アルミのワンオフでこれ作ったのちょっとおかしいと思うレベルです。いやー、人は見かけによらないわこれ本当に。ちなみにこれリスキービジネスステッカーです。いや、これはね、マジすごい、この羽は。ちょっと感動。ちなみにね、中はね、至ってノーマルです。はっきり言って、この羽は見る価値ありです。以上で、あ、ちなみにね、まだあるんだけど、オバフェンつけた風の、リベット風の、シールっていうのかな、この丸いの。フロントも。しかもね、エアダクトっぽいやつです。以上、横浜の赤レンガからでした。